関谷勝次は、日本の政治家、自由民主党山崎派に所属、愛媛県遺族会会長、参議院議員、衆議院議員、郵政大臣、建設大臣、国土庁長官などを歴任した、愛媛県松山市出身、愛媛大学教育学部附属小学校、愛媛大学教育学部附属中学校、愛媛県立松山北高等学校を経て、 1960年、中央大学法学部政治学科卒業。カナダ、ブリティッシュコロンビア大学留学。1964年4月、日本航空に入社。1967年10月、退社。1967年11月、関谷勝利議員秘書。1970年1月瀬戸内会、放送取締役。 1974年1月末山、青年会議所理事長。1976年、父、関谷勝利氏の引退に伴い、その後を次衆議院議員に初当選。1990年に、海部内閣で、郵政大臣。1999年に、小渕内閣で、建設大臣、国土庁長官に就任する。1997年、 自民党政治改革本部長に就任。2000年、塩崎康久との変則コスタリカ方式によって、第42回衆議院議員総選挙に出馬せず、塩崎の衆議院転出に伴う参議院、議員補欠選挙に出馬し、参議院に倶えした。2001年に再選。在職中は、参議院憲法調査特別委員長、参議院法務委員会理事を務めた。 2007年の第21回参議院議員、通常選挙に立候補するも、同選挙における自由民主党への逆風の煽りを受けて、友近敏郎に敗れ、片山虎之助や金田勝利などの大物議員と共に落選。2010年4月29日、平成22年春の叙勲において、旭日大受賞を受賞した。元労働大臣の加藤恒太郎衆議院議員は義父。 宮沢貴一元首相は登園にあたる。2005年の衆議院選挙には、四国比例区で長男の関谷水が自民党公認で立候補したが、辞典となった。ABCDEFG 関谷勝継。ありがとうございます。